皆さんこんにちは、国友ナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。さて今回は屋台での七味の購入の際、注文の仕方がわからない、何をどう頼めばいいのかわからないという方のために、初めての七味唐辛子というタイトルで親方ひとちゃんの短歌映えを見ながら説明していきたいと思います。また今回は初の試み、海外の方にも見ていただこうと考え、工場部分にはなんとひとちゃん監修制作の英訳もつけてます。こちらを参考にあなただけの七味をぜひ調合してもらい、毎日の食生活を豊かにエンジョイしていただけたら幸いに思います。それではご覧あれ。お待たせしました、ビーフ薬用長いでございます。こちら塩辛、これもみかんね、海苔の香りから特製、これもごま、山椒の風味を入れて、ただいま混ぜ上がりました。塩辛、さあこれもね、塩辛になります。これも海苔、ごま、山椒の香りを加えたところが塩辛、抜かします。朝飲み、はい、塩辛は ありますよ、言ってくれればね。ね、さあ順番にすぐできますからね。朝飲みも多めでね、はい。じゃあ、ね、塩辛一つ、はい、お願いします。じゃあ順番に混ぜてまいりましょう。こちらまず最初に入りますのは、四国は讃岐の名産です、八つ房。不思議にも一つの幹より八つの房をつけるところから八つ房と言われております。カプサイシンたっぷりで脂肪を燃焼し代謝を活発にします。また免疫力を高めるという、こちらが一味唐辛子です。続いて入りますのは紀州有田から和歌山県、これおみかんの皮を丁寧に陰干しして粉末にしたもの。中国の本場漢方では古いもの、鎮灸なるものが尊ばれるところから、その名も鎮、風邪のお薬や喉のお薬、また胃のお薬として処方されます。続いて入りますのは磯の香りです。細かくちぎって散らしたところ、松葉のように見えるところから松葉のりとも言われております。東京は江戸前。大森の名産、これ風味のいい青のり、ミネラルがたっぷり入って老化防止や肺がんの予防、さらにはね、美白の効果も期待できます。こちらのりが入ったところで、金ごま、銀ごま、白ごま、黒ごま、数あるごまの種類の中から埼玉県はブッシュ、川越の特産品、これ白ごまのすりごま、血液の循環を流して脳卒中や心臓病の原因であるところ、動脈硬化を防ぎます。また胃では消化を助けるという、こちらごまがたっぷり入ったところで、色が黒いが味見やシャンセ、誰が植えたか岩山椒、山椒3年目の薬として歌にも歌われてます。東海道からは朝倉山、これ本山椒の粉山椒。またね、見た目はいささか硬そうですが噛んで香ばしい、野州は栃木県、日光の名産、こちら朝飲みになります。これ噛んで香ばしいだけではありません、心臓のお薬、また人間の嫌な体臭やお口の匂いを消し止める効果があるというこの朝飲みが入って、最後はね、この唐辛子を焼いたもの、これ焼くことによって香ばしくなります。またね、味わいや辛さにより一層深みが出てまいります、はい、こちら信州は長野県から、善光寺さん門前にあります八幡屋さんで有名なこの焼いた焙煎唐辛子、さあこちらが入りまして、7種類7色のお目通り七味となっております、はい。まあ、このように各地の名産品、特産品、花のお色に集められまして、誕生いたしましたのが三代将軍家光公のご時世であります寛永2年。さあ寛永2年といいますと、西暦でいうと1625年です。今年から数えますと393年前にこれ誕生いたしました七色七味唐辛子。その後時代は下りまして、明治、大正、昭和、平成とこの現代、今日、今日、本日に至るまで秘伝の調合、伝統の香りとなっております。ただいまお客様の目の前で各地の名産物十二分に混ぜて出来上がったお品物、さあこちらが秘伝の中辛となっております。まあ小辛になりますとね、こちら中辛に辛さをね、ちょっとマイルドにしてまいりましょう。まず最初にね、紀州有田、和歌山県、これおみかんの皮が入ります。またね、磯の香りからは海苔の風味、またこれ栄養満点のこれごまがたっぷり入って、山椒の香りが効いてきます。またこれにね、前の前の一杯のおまけが入って、さあダブルのサービス、ダブルとトリプル、最後私の気持ちでもう一杯おまけが入ったところ、ありがとう。塩辛、
さあ朝晩のお身をつけた鍋物の焼肉、煮魚、焼き魚、おうどん、おそばと三度三度の食卓のお供に風味一番、香り一番、味香り辛味風味、既製品とは一味も二味も違います。こちらね、辛さをマイルドに抑えました生姜が出来上がりました。風味のいいところ、香りのいいところね、ぜひ七味唐辛子はこうやって混ぜて売ってるお店でお買い求めください、はい、風味一番、香り一番となっています。マイルドありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、こちらもね、保存は冷凍でお願いします。はい、冷凍でね、なんともないですからね。こちら、生姜が出来上がりました。はい、ありがとうございます。必ず冷凍庫とか王さんの工場も取らせてもらいたい。下手くそだから、おじさんは下手くそなとこ行きましょうお願いします。喜んで、あざーす。じゃあコマーシャルね。コマーシャル、コマーシャル、君とお話、コマーシャル。中性脂肪を分解する四国さぬき名産、辛さのナンバーワン、高野爪です。はい、換算やって脂肪を分解するという、辛いの食べると人間は汗をかく、それが中性脂肪を分解するカプサイシンです。ダイエットによって一味唐辛子を紀州の新物のみかん、みかんの皮を粉末にしたものです。需要を薬用ですね。喉に優しいビタミン C です。アスピリンの原料になるという、うん、東京から大森の松葉院の磯の香りです。これミネラルいっぱいの青のり、武州埼玉県川越の白ごまです。動脈硬化、ロケ防止、カルシウム満点。これは植物の脂肪といわれるかい栄養価の高いもの。これはごまの脂肪分。はい、色は黒い味見屋さん、誰が植えたか岩山椒、山椒3年目の薬と歌われました東海道朝倉山の本願椒。香りが良くてお目目に優しい、好みやさのみ、息切れ、動悸、めまい、人間の嫌な周期を取れると言われる野州下塚の国、鹿沼の名産。これ生の大麻でしょ。はい、ね、朝飲み、生の唐辛子をごまの油で焼いて焼き唐辛子、長野善光寺諏訪名産の一味唐辛子をね、ごまの油で焼いたものです。焼くことによって、ね、香ばしさと香りがよく出てきます、うん、以上7通り、これおじさんのブレンド、これをね、手動式ミキサーで混ぜるの。手動式、手動式です。おうどん、おそば、お味噌汁、白菜のおしんちゃんとおいしくいただける、ちょっと待って、ね、薬用と取られた七味唐辛子、朝夕の食卓の友でございます。これは一番一般的なおじさんのところの中辛というものができます、はい、これに対してね、中辛というのは香り風味、七味唐辛子に欠かさないもの、香りです。お、この以上出来上がりましたのがおじさんのブレンド商品、これが7通りのブレンド商品の中辛です。おうどん、おそば、お味噌汁、大辛でいいですか。ちょっと待ってな、お父さんね。これが中辛だ。これに香りをつけて、磯の香りです。ごまの脂肪、七味唐辛子のお父さん山椒入って、一杯のおまけです。バブル。黒井さんの気持ち。これがおじさんの中辛。今度は大辛、はい。この中性脂肪を分解するカプサイシンと、おじさんのブレンド混ぜましょう。生の唐辛子をごまの油で焼いて焼き唐辛子。辛さにまろやかさを加えましたの、これがおじさんの大辛です。香りはどちらも変わりません。磯の香りとごまの脂肪、七味唐辛子のおさま山椒、一杯のおまけ、ダブルのサービス。おっ、辛いところがおじさんの気分。これが大辛です。これでいいの。これはこれから寒くなったら湯豆腐、鍋物、ポン酢に浮かびます。ただこのね、香辛料の1000円高いものを1年間大事に使ってくださいね。おうどん、おそば、お味噌汁ね、白菜のおじんくんが多いです。まだね、湯豆腐、鍋物、まあ、冷麦そうめん、冷やっこ美味しくいただける。簡単でしょ。いいよ、なかなか味があって口が回んないんだよ。大丈夫、ありがとうございます、うん、もう見た目だけでインパクトがあるから。水戸黄門、まあね、20年前までは川崎大師で水戸黄門って言われたら結構知られた男だった。味があっていいね。このコマーシャルさ、うん、なかなかコマーシャルじゃない、 YouTube だから。YouTube じゃなくてコマーシャルでいいよ。じゃあコマーシャルでね、うん、はい、親方のヤゲンボリのオープニングアクトとして、そうそうそう、はい、了解しました。だって彼は日本一だもんよ。あれで美味しくと1年間大事に使うのよ。はい、頑張ります。頑張んない、頑張んない。何を頑張んだか分かんないってお兄さんの。
ょうか。子育て頑張りますって言わないと。大御所が。大御所じゃでもないんだよ。おじさん、これじゃ持てないの、ここに。バトンタッチで。うん、ちょっと待って。大御所が登場しましたよ。中柄。これボールは中柄ですよね。中柄です。一般ご家庭向け。さあ、唐さんは中柄。加速馬は300という4年の伝統から七味七色。お客様に合わせ完全調合いたします。まあ、唐辛子は香り風味、風味香りで味わってください。製造の直売、サンドサンドの食卓の友となっております。お兄さんお姉さん、辛さ言ってください。中辛、大辛、激辛、お好みで調合いたします。風味一番大辛でね。じゃあ7種類混ぜていきましょう。各地の名産物でございます。七味七色、まあ、お客様に合わせて完全調合いたします。さあ7種類から。さあまずはこちら四国讃岐の名産物からいきます。八つ房。これ一つの実から不思議にも数多く8つの房が出るという八つ房のこちら木一本、辛口のナンバーワン。鷹の爪のこちら純物に紀州、有田からは新物のおみかん。この尊い薬剤のみかん、こちら先祖代々漢方として使われました。また今現代においてはクビチンキ、アスピリンという尊い薬剤の原料から、東京は芝、慈恵会医大病院においてこれ学名はチンピ、また松葉のように細かく散る松葉型、こちら細かくちぎり散らしたところが松葉のように見えたところから、こちら松葉のりと名付けられました。江戸は東京です。大森名産物、味付けのりその風味から松葉へ、これ青のりから。また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数ある4つの種類。こちら動脈硬化は血液循環、胃には一定での消化を助けるという埼玉県からは武州、川越の名産物、こちら白ごまのすりごま。また味といえば香り、香りといえば風味、やはり七味に欠かせないのがこちら山椒の味と香り。こちら誰が植えたか岩山椒、色は黒いが味見はシャンス、山椒3年目の薬と歌に歌われましたものからはこちら東海道朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。また見た目は硬そうではありますが噛んで香ばしいのがこちら日光名産からは朝の実。こちら息切れ、動悸、心臓の薬、また人間の嫌な口臭、体液を消し止めるという野臭、栃木県日光名産物朝の実が入りまして、最後こちら生の唐辛子、これごまの油で焼いたものです。こちら生の唐辛子をごまの油で焼くことにより味、香り、また辛さにまろやかさが出ます。信州長野善光寺の名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちらお目通り七味七色となっております。もう7種類から。さあこれも各種各種の名産物、名産品、まあ、混ぜて出来上がりました品物からはこちら一般ご家庭大衆向けを。まずは辛さのベース中辛、こちらも江戸時代は徳川三代将軍江戸家光公のご時世に誕生し、また明治から大正昭和この平成現代に至るまで風味一番からは需要薬用となっております。七色七味唐辛子、お客様に合わせ完全に調合いたします。まあ、唐辛子は香り、風味、風味と香りで味わいましょう。製造直売七色でございます。さあ大辛になりますとこれに辛味を加えます。鷹の爪の地物、辛いところからただいま混ぜありました中辛、焼いた焼き唐辛子を加えて辛口の大辛に変わります。さらに香りを加えます。海苔の香りから特製、これにごま、うちの七味唐辛子、この山椒の香りが余計に入ります。風味一番から。さあごひいきご愛嬌、まずシングル一杯の幕から、これ私の気持ちが入ってダブルのサービス。さあこれに辛いところを辛味を加えます。これが大辛の辛口。さあ作り置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ風味、香り、香りから風味、まあ七味七色七種類からお客様に合わせ完全調合いたします。まあ、こちらもご近所のお使い物用から遠いご親戚へのお土産、贈り物に使われても喜ばれます7種類から、ね、お客様に合わせ完全調合いたします。まあね、風味一番ですね。製造直売となっております。こちらが1000円、ね、大柄です。